皆さんこんにちは、みえチャンネル、みえです。今日のゲストはですね、立山純くんです。純です。純ちゃん、自己紹介をお願いします。立山純、51歳です。自分の名前の間違えたらいかんよ。52やろが。あ、52や。年嘘ついたらいかん。ちゃんと言わな。立山純、はい、52歳です。はい、さっき51って言わなかった。いや、サバランダわけじゃなくて、勘違いしとった。間違えたの。年間違えたらしい。はい、そして、新品ですね。意味わからんやん、ね、どうしと。あ、僕は、意味わからんやん。独身で、はい、新品独身でございます。21歳から42歳までちょっと引きこもってました。統合失調症、心の病気持っててですね、はい、45歳で社会人1年生になって、はい、今はなんともファミリーで、今元気やけんね。元気今はうちの遊ぼう会でですね、面白い人としてですね。ありがとうございます、はい、うなぎのぼり人気、はいはい、そして YouTube もやりたいんだよね。 YouTube ね、今度みえさんに教えてもらって YouTube 始めて、 YouTube デビューします。内容はどんな感じでやりたいの？内容はね、こう僕はこの病気持っとうけん、こうそういう人、そういう同じような境遇やる人が元気になるような動画。そうやね、元気を与える動画っていいね。ありがとうございます。それを目指して頑張ります。純、特技は何ね？特技、ウクレレが来ます。おお、どれぐらいやってたの？いや、まだ初めて 2,3 ヶ月だけど。弾けるの？少しだけ。何が弾けるの？ね、乾杯。うん、すごいやん。ありがとう。それは音合っとる？いや、分かんない、自分では分かんないけど、とりあえず歌うみたいな。一応弾き語りでいきます。そうそう、歌がね、得意なんですよ。まあ、ありがとうございます。ね、カラオケ好きやもんね。大好き。純、おしゃべりするときは前を見るよ。前を見てお話しするからね。はい、じゃあここで純の18番、よろしくお願いします。え、歌うぞ。あ、マイクあるよ、はい、はい、はい、なんか、ルクスが井上陽水って、井上陽水なんかね、井上陽水に似た、髪が伸びた井上陽水。イエーイ。井上陽水です。あ、じゃあちょっと一人にしちゃおう。じゃあ10歌っててね。はい、じゃあ井上陽水どんな歌ったかね。乾杯でいいね。うん、固い絆に思いを寄せて語り尽くせる青春の日々、時には喜び、時には傷つき、肩を叩き合ったあの日、あれからどれくらい経ったのだろう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最近楽しいことは何？最近、まあ、ウクレレが楽しいですね、やっぱね。あ、ウクレレね、はい、ウクレレっていくらぐらいするの？そんな高くないですよ。1万5000か2万あれば十分。なんかかわいい。うん、かわいい、こんぐらいの。あ、僕のはパイナップルって形なんですけど。パイナップルって形。なんか何あるの？こう品種じゃないや、機種みたいな。よくわかんないけど、僕はこうパイナップルの形はパイナップルです。パイナップル見えるやん。特にパイナップルに。そうね、へえ、はい、これから先とかしてみたいこととかは？そうね、カラーで作りたいですね。これね、これだって新品独身、はい、新品独身です。あの、理想のタイプ言うとこうよ。まあ、僕はこう結構ガタイが大きくてスリムな方なんで、うん、結構ちっちゃい子とかぽっちゃりした子が。ちっちゃくてぽっちゃり。いや、ちっちゃい、どっちもいいけど、どっちかというとちっちゃいか、どっちかというとぽっちゃり。あ、身長が低めな子ね。うん、そうですね。うん、何センチぐらいがいい？もうちっちゃくて、ちっちゃかったらちっちゃくて、ちっちゃくて十分で。ちっちゃくて十分で。ちっちゃくて十分で。で、見た目は？見た目は、見た目っていうより、一緒によって、なんか落ち着く場合ですね。あー、性格は？性格やけん優しい子。あ、優しい子ね。全料理とかできるの？僕家庭的だと思う、自分は。自分結構家庭的なんじゃないですか。本当、はい、どんなことしてあげれるん、一緒になったら。一緒になったら、うん、多分料理は僕の担当じゃないかなと。え、得意料理何？カレーライス。え、まさかルー温めるだけ？違う、ちゃんと肉はね、骨付きの肉入れます。そんぐらいしかこだわりないですけど、普
通のカレーですけど、美味しいです。ゆうち、音がするけど、ポコポコやったらいかん。音消してしろ。入ると何が、じゃ聞こえるって、ここにね、ラインの音がパカ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 。はい、はい、私、伝えたいこととかあったら、ね、言っていい。あ、彼女募集中です。彼女募集中ですよね。そして、なんか親友のね、ゆうじがいるんですよね。ゆうじがいつも、はい、親友って言ってくれて、いつもサポートしてくれます。こう、順を変えてくれた、きっかけを与えてくれたお友達ですよね。たまにね、動画でも出てきますね。中洲のゆうじっていう、あの猿みたいな子ですね。ゆうじさん、はい、どうぞ。いや、今日はサポート役で裏出てします。ちょっと顔出しって。顔出しって、ちょっと顔出しな。ちょっと顔出しな。どうぞ、ゆうじいらっしゃい。はい、噂のユージですよ。いや、いつもね、みんな見とんもね。ミユちゃんに被ってしまった怒られる。ミユファンに怒られる。はい、ちょっとなんか言ってね。はい、いつもありがとうございます。変わったって自分でも分かる、やっぱり。少しずつ変わってきてると思いますよ。どんなことがなんかできるようになった。まず中洲に来ました。あ、初めての。初めてなくて、どげやった。楽しかったですね。本当。え、それまでは中洲が未経験？未経験です。そうなの。お酒強い。お酒強い方ですよ。飲んだら土下になる。飲んだらなる。暴れまくる。俺踊れませんけど、俺踊ったりします。気分がハイテンションになるわけですね。へえ、ゆくゆくなんかこうなりたいものとかがあるじゃんね。あ、そうそう、文章が上手だと自分で思ってるんで。ちょっとブログの宣伝も言っときな。アメブロやってます。やってます。アメブロリンク貼る。あ、下に書いときます、説明欄に。で、内容とかは。内容はね、自己啓発が多いですね。現金、やっぱりこうブログでも現金になってもらいたいと思ってますから。そうそう、文章がね、なんか博士みたいな文章を書くじゃん。面白いパターン。 YouTube はどんなキャラでいくの。面白いキャラと思ってるけど、そのままでいいやん。おかしい。面白いのがよかろう。面白くいきたいですね。そうやんね。え、どんな内容を配信したいとかちょっと考えとる。あんまり考えてないですね。でも統合症の人もこう元気づけたいというのは多くあります、ね。じゃあその辺をこう自分でこう紐解きしていきながら内容をね、煮詰めていかないかんね。そうですね、はい、楽しみがいっぱいやん。ありがとうございます。ね、はい、今じゃあ SNS は何をやってるの、全部で。いや、ブログと、画面ブログと、Facebook、Facebook だけです、ね。そしてさらに YouTube が加わるわけです。YouTube が加わります。はい。来月ぐらいからもう配信ができるように。はい。ね。はい、三重先生が。あと探検クラブのメンバーです。はい。好きやろ。大好き。あの、うちの探検クラブはね、9割半が独身ですよ。本当、ね、そうですね。みんな独身か出戻りか、まあ返品、行き遅れ。あ、でも既婚者もおるとよ。うん、ね、わずかに。わずかに、ちょっとだけ。でも独身が多いね。でもみんないい人ばっかりでね、楽しいもんね。探検クラブも100名になりました。最近 YouTube からね、入ってこられる方もたくさんいますからね。いろんなとこまた一緒にね、行って、ね、いろんな体験をして、その動画とかにね、また作っていけたらいいもんね。はい、ここでじゃあ、じゅん一人での1分間 PR タイム。1分 PR。 今から、僕45歳で社会人1年生になりましたけど、まあ、今からの人生だと思って、地道にコツコツ頑張ります。親父がですね、実はこう福岡で有名なマカッチャンというラーメンのプロデュースした人、生みの親ですね。兄はテレビ局のプロダクションを経営しています。僕は駆け出し、つまりこうクリエイターの一家に生まれました。今からブログ、ライターとして、YouTuber としてちょっと羽ばたいてみたいなと思ってます。よろしくお願いします。ねえねえ、なんかギャグ言って。ギャグ、うん、笑わせてよ、ギャグ。いいよ、昭和の親父やけん、親父ギャグでいい。いいよね。言ってごらん。変顔。あ、ちょっとメガネ取った顔見せな。メガネを取ったらこんな顔。
じゃじゃーん、イエーイ。はい、じゃあ変顔前でやってきていいよ。変顔はい、こんなもん。終わり変顔得意なん？変顔、最近ね、ちょっと得意になるんじゃないかって。でもほら、これからさ、彼女を見つけていくためにちょっと変えていかないといけんじゃんね、いろいろね。いろいろ変えないか。変身するという中間、どけ変身するか楽しみやん。今から変身します。1年後の順に期待。はい、お願いします。はい、今日はね、こんな楽しい順でした。みんなよろしくね、ブログも見てね。ではまたね、バイバイ。